森保一監督が率いる日本代表は9月5日、中国と2026年北中米ワールドカップ、W 杯アジア最終予選の初戦を迎える。FW 前田大然、セルティックは前日取材で自身の金髪スタイルについて言及し、娘からは前回の丸刈りヘアより好評のようだ。日本代表はアジア2次予選を無敗で通過、最終予選はホーム埼玉スタジアムで行われる5日の中国戦からスタートする。 千葉県内で合宿し、試合を前日に控えた4日の取材に前田も登場した。前田は今年の3月半ばにトレードマークだった丸刈り部屋を止め、髪を伸ばす。その理由はそろそろ坊主が嫌みたいな感じで言ってるんで、さすがに娘に言われたくないんで、娘の言うことを聞いとこうかと始めましたと後日明かしていた。金髪の、ひげなし、スタイルもだいぶ馴染むようになり、代表にも爽やかな姿で登場。開口一番に、 今の髪型娘さんから評価はと聞かれると、笑顔で娘から、坊主の時よりは好評です、と回答する。場が和んだところで代表戦への気概に切り込むと、前回大会も最終予選の初戦で負けていますし、簡単な相手ではないので。ただホームでできるので、しっかりサポーターの方々に後押ししてもらって。